随分もう圧迫感があります。いいですか。よろしくお願いします。とまずは本日多数お越しくださいまして誠にありがとうございます。さっきざっと拝見したんですけど、でも中国新聞って今日お越しですよね。中国新聞 RCC はいらっしゃってないですね。 RCC いらっしゃいます。 RCC は欠席。じゃあ中国新聞いらっしゃった。いらっしゃってない、いらっしゃってないですね。はい、じゃあ2社は欠席ということで承知しました。で各社に前回お越しくださった読売新聞、毎日新聞、中国新聞、中国放送 RCC ですね、テレビ新広島 TSS、 広島テレビ広島ホームには事前にお伝えしてあったかと思うんですが、まずこちらから問いかけるところから始まります。前回の臨時記者会見5月2日の分で先川議員の不適切な言動について問題提起をした、そしてそれに関して議会に申し入れをしたというのがあったかと思うんですが、なぜあれを報じないんだろうっていう素朴な疑問なんですが、順番に聞いていいですか。読売新聞、はい、の読売、ニュース通信問題です、はい、現状では掲載してません。理由としては、さらに追加取材して、総合的多角的に、報道したいという思いがあるわけです。はい、ありがとうございます。じゃあ次、毎日新聞。はい、毎日新聞なんです。はい、読売と同じ同様です。はい、あとは来てらっしゃるのは TSS はいかがでしょうか。報告してね、今どの事案をその日報道するかしないかというのはその日の我が社の判断でニュースを判断していますので、その明確な個々の基準というのは一言で申し上げられるものではないので、あの日に関してはその日のニュースとして優先するものから順に放送したというのが 現時点での回答です。5月2日から8日あったかと思うんですが、その間報じられましたか。では報じていないです。ではこの後のご予定は、現時点では報じる予定はありません。はい、了解しました。続いて広島テレビからでしょうか。はい、ですね、広島テレビの方はですね、2日のニュースとしては放送はしておりません。当日は石丸市長の進退表明の方をですね優先事項として考えておりまして、でそこで、発表がなかったということで、放送の方は、見送るという形になっております。はい、承知しました。では最後、広島ホームいかがでしょうか。あ、ホームテレビです。弊社も放送はオンエアしてないんですけれども、言うとしまして、市長の、お話しされた状況、当該状況ですね、弊社の記者であるとかカメラがその場にいたわけではなくですね、前後の状況を含めてなかなかわからない部分も多かったですし、また先川議員にもですね、直接取材を当たって、取材できているわけではないのでですね、そういったことを含めて当日デスクに伝えた際に、当社ではオンエア放送しないというふうな判断になりました。はい、承知しました。ありがとうございます。では読売からホームに至るまでおおむね同じ対応ご判断だったのかなと思うんですが、その後取材されましたか。じゃあ取材された会社あれば挙手お願いします。ゼロ。この後というのを含めていくと、この後の取材がこの後取材する可能性はある。いや、この後予定が入ってますね。あ、そうですか。あ、この後実際取材する予定が入ってらっしゃる。あ、承知しました。読売はあると。他はいかがですか。他は予定もない。じゃあ今どの口が言ったんですか。5月2日の段階の情報では報じられなかった、報じるに値しなかったと判断されたんですが、続けて情報が足りないからだとおっしゃったじゃないですか、口を揃えて。なぜ情報取りに行かないんですか。なぜ取りに行かないんですか。読売が順番に聞きます。毎日いかがでしょうか。はい、こちらとしましてはまたニュース性について検討しないというような理由がございまして、現時点では申し追加取材などは考えていません。はい、では TSS お願いします。こちらは追加取材を続けています。今日の回答は申し訳ありません。はい、じゃあ広手でお願いします。とその辺もですね、ちょっとまだ動きがちょっとまだ事実確認とかですね、はい、取れてない部分がありまして、はい、ちょっとまだ見てて、はい、最後ホームはいかがでしょうか。はい、市長がおっしゃったとおり、YouTube などではその一部 C のような動画が出回っていまして、確認できるんですけれども、なかなか当社として
まだ取材ができていないということで、まあ、今後の取材の中でですね、そういった市長がおっしゃっているような、議員として、市長としてのその発言の対応の仕方であるとかですね、そういったものを、考慮をしながら、頭に入れながら、今後取材をしていく方針ではあります。はい、了解です。ちなみに今問うてるのは、これは嫌がらせではなくて、ジャーナリズムを問うてます。報道における正義とは何ぞやという話です。例えば、とあれは確か岐阜だったと思いますが、美濃のハラスメントありましたよね。美濃加茂市ですか。あれ、報じてないって会社あります？ないでしょう。皆さん報じてますよね、新聞ニュースで。あれ、どなたかその証拠の映像を撮ってた人いるんですか？いないですよね。その場に誰もいなかった、メディアいなかったはずですよ。関係者しかいない席で起きた、まあ、セクハラなんですけども、その動画が残ってた。動画 YouTube 上がってます？確認されました？じゃあ先川議員のそれは確認しましたよね。まあ、してない人います？じゃあ先川議員のあの動画見てないって方いらっしゃると挙手お願いします。さすがに見てますよね、あんだけ言ったんですから。何が違うんですか、美濃加茂市と安芸高田市のこのハラスメントの事案。行為者は議員です、いずれも。で、まあ、パワハラなのか何なのか定義難しいんですが、ハラスメント行為としてセクハラ、パワハラ、どちらか上下はないとは思いますが、明らかな悪意は本件の方が上だと思いますよ。相手を恫喝する、威圧的な言葉を投げかける、なんなら対面でこっち来いと誘導してるわけですよ。確かに美濃加茂市の例は全く擁護する余地はないんですが、それでも分かってなかったっていう点はあるかと思います。要はセクハラの意識が低いんですよ、問題意識が。なのでうっかりやってしまったのに比べて、過失じゃないです、明らかな故意ですよね、こちら。なのになぜ報じないのか、そのダブルスタンダードはどこから生じるんですか。答え言うと、そんなダブルスタンダードを生じさせる、許しているメディアに正義はないと思います。面白そうだから取り上げる YouTuber と何が違うんですかと思うんですが、どなたか、どちらか受け止めがあれば伺っています。ありますか。市長が言いっぱなしだとそれも卑怯かなと思うので、もしあればいかがでしょうか。じゃあ今のところ各社には正義がなかったっていう評価でよろしいですね。まあ、これから取材をすると言われている社もあったので、全てがそうではないのかもしれないんですが、そういうところですよ。今政治不信って言われてますけど、政治だけじゃないじゃないですか。メディアも不信持たれてますよね。そういうところを直していかないと、この日本もうどうにもならないです。皆さん、僕より長く仕事されてる方多いと思うんですが、もうそろそろ立て直す時じゃないんですか。というのを一つ、この安芸高田市の事例で改めてメディアの皆さんに、そしてこれを視聴される YouTube の視聴者の方々に、全国にお伝えをしておきます。このままじゃまずいと思います。ぜひ全社取材に行ってください。動画で残ってるんです。もっぺん言いますが、あれが問題ないっていう社があるんだったら、そこの社長のところ僕行って恫喝しますよ。お前のところ何を報じたんだ、こっち来いっつって、それニュースにしますよ、絶対 120% ニュースになりますよね。まあ、立場が違うといえばそうかもしれません、ニュースバリューが変わってくる。でもやってること同じじゃないですか。ね、それはもしかしたら報道の自由という言葉で包まれるのかもしれないんですが、そんなにちょこちょこ基準変えてたら信頼されませんよ。検察官が相手見てスピード違反取り締まり変えてたらダメじゃないですか。そこに判断基準はいると思います。正義とは何か、その思いを改めて全社に、そして
全員に持っていただきたいなと思ったところです。ここまで何かよろしいですか。異論反論ご意見ご感想あれば頂戴しますが、今当てなかったところはよろしいですか。今日新たにいらっしゃってるのは NHK、G 通信、共同通信、それから朝日は何かあればご意見賜りますが、よろしいですか。あ、じゃあせっかくなんで今の何社かに聞いてみましょう。今お伝えした通り、5月2日の臨時の記者会見で佐伯議員の不適切言動を問題視しました。これについて報じる予定が、意向があるのかないのか各社教えていただければ幸いです。では朝日からお願いします。まあ、現在予定があるとは言えませんが、まあ、引き続きまあ、佐伯川議員含めて、まあ、必要とあれば取材はしていくつもりであります。取材しないとわからないってさっきみんな口を揃えて言ってたんですけど、そしたらまず取材するんですか。普通じゃないですか。議会に、議会事務局にすら行ってないでしょ、おそらく。佐伯川議員はもちろんにしてもですよ。はい、では続いて NHK いかがでしょうか。はい、NHK を申します。当該と思われる動画の方は個人的にも拝見させていただきました。でただですね、ハラスメントのような認定する立場にはございませんので、取材としての方向性ということについては進めたこの場では回答は差し控えさせていただきたいと思います。なるほど。では視聴されてみて、動画は問題あったかなかったでいうとどちらで評価されてますか。これは完全に個人的な展開になります。ちょっと全国関係がですね、全てちょっと把握できてないので、やはりちょっと回答の方が難しく思います。でも全国関係わからなくても下腹部にマイクを向けるってのはダメなんですよね。全国関係でそれ判断されます。いや、ごく一瞬の切り抜きではないですよ。数十秒の一連の流れがあそこには映された、ご視聴された通りです。いかが評価されますか。その部分だけを見ると、まあ、印象としてはそう受けましたが、やはりその各社さんと同じで、まあ、取材も足りてないところもありますので、ちょっと個人的な見解はちょっと難しいところでございます。ではこの後取材はされますか。それについてはちょっと今後ですね、社内とは協議になるかと思います。これ今分かってらっしゃると思いますが、日本国民全員が見える状況にこの後この動画になります。各社各メディアがどういうスタンスで報じているのか、記録として半永久的に残りますので、迂闊なことは言わないようにされた方がよろしいかと思います。とではあとは時事通信いかがでしょうか。はい、時事通信の安野部ですけれども、この YouTube の方は拝見したんですけれども、本人に取材してする予定、今のところまだ検討段階で、まだはっきりしたことはちょっと今は言えない段階です。はい、では視聴されてみてどのような感想をお持ちになったでしょうか。部分だけを見れば、確かに市長と議員との関係においては問題のある言動かとは思います。ただ他の社も言っているようにですね、その前後の文脈、佐伯川議員が何をしたいようとしたのかとかですね、それからあと確かに一般質問での目をつぶっていたことがあれだと思うんですけども、はい、そのこと自体に佐伯川議員がその何かを言おうとしたのか、あるいはその他のことについて言おうとしたのか、その辺がまだそもそも取材ができていないので、まあ、これちょっと取材するかどうかも含めてですけども、まだ何とも言えない状況でございます。はい、ではちょうどいいので今お答えします。一般質問の最中に居眠りと疑われる動作をしてたので注意した、その点について佐伯議員が文句を言ってきた、これがその前段です。議場は正面の扉の他に執行部が出入りする裏口があるんですね。私が裏口から出たところに佐伯議員が待ち構えてた。で第一声が、お前何言うんだな。で僕が、え、何のことですか言ったら、廊下だったんで、え、こっち来い。で、控え室、まあ、決め合いがあるんですけども、そっちに僕を誘導しようとした。いや、それいけませんと。何か要件があるならここで聞きます。言ったら、いや、駅こっち来いと。その押し問答をしばらくやって、あ、このままだまずいなと思ったので、人がいる方に逃げました、私。議会事務局の方で詰まってきて。でそしたらそこに傍聴席が出てきた一般の方がいらっしゃって、動画を撮ってた。で、つながります。で、講談はもうありません。動画に貼ってるのが全てです。理解されました。ではここまで聞かれてどのように評価されましたか。今その情報がないとおっしゃったんですが、これで全部一部始終がつながったと思います。
いかがでしょうか。今聞いた限りで結構です。先川議員はその居眠りを指摘され、居眠り、目をつぶっていたことを指摘されたことに対して何かを言いたかったということでしょうか。あ、つまりまだ実際にお話しされてないんで、何を先川議員が伝えたかというのはまだわからない状況ということです。はい、具体的な中身についてはわかりません。ただ中身が問題ではなくて、あの言動が問題と言ったのが理解されてますか。言った内容が問題とは私そこでも言ってません、うん、あの場で師匠に対して罵声を浴びせて怒号を浴びせたと、これが問題ではないかと言ってんです。いかがでしょうか。中身が問題なんでしょうか。それはマイクを向ける時の何か気持ちによってその価値が変わるというような見解ですか。うん、あ、言いたいのはですね、はい、先川議員がどうしてあのような言動につながったかというところは、まあ、そもそも取材ができてないので、なんとも今こう評価をするにはちょっと材料が足りないという状態である。でもあのマイクを向けた方は、酔っ払って覚えてないでしたっけ。で、なんか足がよろけてそうなったんだというようなふうに、まあ、言い訳されてましたが、それによって何かあの行為の価値が変わるんですか、評価が変わるんですか。映像に記録に残っている通り、あれは事実です。動かし方、3階の事務局の前で議員が市長に対して怒号を浴びせてた、その是非を問うています。また何か他に判断のその情報がありますか。いや、これから取材をしようかとおっしゃってたんで、まだ足りない要素はありますか。これが分からんと取材に踏み切れんと、取材する価値があるかどうかわからないというふうにおっしゃったので、今かなりつぶさに説明してみたんですが、まだ足りませんか。もう一度お伝えしますが、時事通信社ですね。はい、いかがでしょうか。ちょっと考える時間いただけないでしょうか。すみません。はい、承知しました。では次のターンでお聞きします。では先に共同通信をお伺いします。いかがでしょうか。はい、あのその事案の詳細今初めて私は知ったんですけども、まあ、あの問題がある行為だとは思うんですが、その問題があるから すなわちそれすべて報道するというわけでもないですし、それは上司の判断もありますので、ちょっと今、何か取材して記事にしますということは即答できませんが、今後検討させていただきます。もちろんニュースバリューの高はあると思います。その時々によって普遍ではないと思いますので、それは分かるんですが、問題であるとは思われませんか。まあ、お話聞いた限りでは思います。それは思った、はい、ただ他との、まあ、傾聴が重い軽いがあるんじゃないかという、まあ、その似たような事案の傾聴というよりは、その日々いろんな取材をしなければならない、まあ、ね。でも美濃加茂市の報道ニュースは使われませんでした。いや、だってそれもあの岐阜の話ですので、はい、ちょっと、まあ、共同通信が扱ってないってことはありますか。多分知ってるとは思うんですけど、ちょっとはっきりそうだとしたら、共同通信の人は美濃加茂の事案は、まあ、他のねものとの関連はあるにせよ、うん、取材をされたわけですよね。おそらく岐阜の支局か何か担当者と、まあ、おそらくそうなんだと思います。ですよね、うん、何が違うんだろうな。いや、そこの重い軽いでは別に判断するわけじゃないと思うんですよ、はいはい、あくまでも全体のバランスにおいてということがですね、はい、分かります。同じ事案を私が2つ取材してどっちかを出すっていう話なら、そう、はい、いくつかあるんですけど、はい、あの別の人間ですし、もちろん違いますし、はい、っていうところなので、そこはご理解いただきたい。承知しました。じゃあ順番また回ってきたんですけども、いかがでしょうか。時事通信は、気分一緒で、あのやはりその時々のですね、その、まあ、セクハラだけで比べた場合の、この、なんですかね、その、重要度っていうんですかね、悪質度
とそれから他のニュースとのバランスで報じるか報じないかっていうのはまあその時々の判断になりますので、即取材してその報道するっていうのはこの場合はちょっとはっきりと申し上げることはできない。はい、承知しました。皆さんありがとうございます。各社の見解というものはよく分かりました。それぞれのお立場があるというのも理解をしているつもりです。ただ改めてお伝えをしています。本日佐紀川議員の行動言動、議員としてあるまじきものだと思っています。相手市長です。二元代表制においてそれこそ対等の存在のはずなんですが、あのような言動は決して許されないはずです。メディアがそれを問題視しなかった、できないとしたならばどうやって正すんですか、誰が正すんですか。闇に葬られるだけじゃないですか。議会の多数派についてたら身は守られるんですよ。うやむやにされます、ほぼ間違いなく。だからメディアが必要なんじゃないんですか。民主主義は暗闇の中で死ぬってワシントンポストかなんかに書いてあるんですよね、確か。生かすも殺すも皆さん次第なんです。気合いを入れてください。はい、では以上でこの議員の不適切な言動については終わりとします。で、中国新聞と RCC には問い合わせをして答えてくださいというふうにお答えしたんですが、本日欠席なのでそこは飛ばしていこうと思います。ただあれですかね、時事か、まあ、共同通信が後で記事を提供されるというパターンになるんですか。提供するというか、我々はその加盟社に記事を配信する場合はその各加盟社すべてに同じものを配信するので、はい、まあ、我々が配信すれば当然中国新聞さんは受け取られるとは思います。はい、了解しました。